若月ですか。はい、え、違う、違う、あ、違う、あ、違う、桜井複雑だよね。桜井は見て見て、西野見て、その延長線上にいる若月を。まさかの、なんだこのライン、なんだこのライン。これ桜井、何これ、何、どこでもいい。なんか、うん、何これ、人体模型のカタツムリ版みたいな。なんでなんで、なんで、なんでそれあげたの。なあちゃんが最近カタツムリにものすごい興味を持ってるし。そうなの。あれ、あれ、あー、いいじゃん。あー、いやー、いいね。実はお揃いで、え、そう、だから箱が2つなんですけど。どういうこと、お揃い、お揃いっていうのがポイントにしたくて、うん、俺とお揃いってこと。違う、ふざけんな、ふざけんな、ふざけんな。いやいや、私はなんか起きれそうだね、うん、そう、音が大きいやつを選びました。いや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 、そのなんだよ、思ったよりちっちゃいみたいな、やめてくれ、これじゃ起きれるよみたいな感じ、なんだよ。いや、あの、あの、はい、あの、本当にリアルであげるならマイマイなんですよ。あの、やめてくれる、そういうの。違うんです、それみんな。さあ続いて、鳥が、ほら来たよ、秋元ね。出した服をいつも着るんですよ。あ、ショール、あ、うん、だから肩を隠せって。切れてるんで、多分普通の布、あ、本当にこれ布切れです。もう見えますよ、皆さん、もう見える、じゃーん、何それ、何それ、何これ。松村のため思って作ったんでしょ、はい、ねえ、そうです、ちょっと見栄えは劣るけども、同じくらいの思いで作りました。そうだよな、気持ちはね。これ買うので、あ、自分で買うのね、買う、自分で買うのね、え、どうしたの、お金が全然ないよ。もうほんとかりじゃんか。どうすればいいと思いますか。なんかあったんですか。ずるいずるい、ずるい、ずるい、負けたくない気持ちが出るの。前に出んだよ、前に出んだよ。みんな日村さんに改めて可愛らしくお礼してもらっていい、ちょっと1回だけもらっていい、うん、せめてそれぐらいはないとね、うん、せーの、日村お兄ちゃんありがとう。いいよ妹たち。日村さんがいなくなるんだって。え、なんで、なんか日村さんとあんまり仲が良くないから仲が悪いから、番組一人だけ抜けるの、なんかすごい方向性が合わないみたいながありまして、それでぶっちゃけさ、仕切ってるんだって、設楽さんじゃん。で、ちょっとボケてるのが、うん、前だから、めぐりたいんだって、結構みんなボケてボケてもらうかな。整形したらさ、逆に自信持てんのかね。どうなんだろう。するとここで西野から思いもよらない一言が。一回だけさ、うんうん、なんかそういう注射みたいなのはしたことある、うん、嘘、そう、顔。西野が注射みたいなのやったことあるっつった途端、突然の告白にややテンション下がり目の高山。しかし実はこの西野の告白、高山を騙す逆ドッキリ。終わった直後に、うん、あのお願いなので、あの VTR とかではなあちゃんの部分はあの本当に内緒だからちょっと流さないでくださいって言われたのに、今流れちゃったから、スタッフさんと思って、天然の一言では理解できない面白すぎる動きを連発。これが何ですか。秋元の行動は天然か、
それとも全て計算なのか。ここに真偽を問う秋元腹黒い裁判開廷。普段から周りの目を引こうとしてるのかなって思います、ね、いやでも逆になんで気を引いちゃいけないのかなって。あ、気を引いてるならばね。もうそもそも白石さん、白石さん顔面が今ちょっと怖すぎる。白石さん、一応見てるからそういうのを着てるんですけどダメなんですか。ダメじゃないんだよ。じゃあ一応ちゃんとこう見られるっていうことを一応考えた上で着てるんですか。白石さんが出てる。ちょっと白石さん、白石さん出てるよ。この顔出ちゃったよ。あら、すごいね。これもう下履いてないね。履いてないね、これね。うん、これいやいや、白石さん、白石さん見つかってるよ、カメラさんに。チャームポイント太もも、はい、うん、川村がなんか意見あるみたいですね。うん、どうしたどうした。自分で気に入ってて、でも、もう自分で見くることがおかしいと思う。だって見せてって言われたんだよ。このまま見せてるだけな。すごいですねこれ。はい、ありがとうございます。ちょっとこれ以上やるとなんかどっかから怒られそうですね。怒られそうですね。表情。うん、作品って感じがする。マキさんのは作品感がある。でもあれをね、水鉄砲で撃つのが男は好きなんですよ。ですよね。まあまあ。言ってますけど写真集そんなのバリバリやってたじゃないですか。シャツだけでプールに、あれがまさに写真、あれは作品。待ってください、どういううち一緒、これも一緒。なんで秋元さんだけ作品にならないんですか。この番組で三輪車に乗る時があったんですよ、はい、その時に後ろに進んだんです。え、バキ普通にペダルに足乗せて漕げばいいことじゃないですか。後ろ進むってことはあれ、こうに漕がないと後ろ行かないですよね。それをみんなで見てて、えっと思って、はい、いやそれはさすがにやりすぎだろうと。私自転車にまだ乗れないんですよ。あ、なんか言ってましたね、はいはい、なんでどうやれば前に進むか後ろに進むかも分かんなくて、構造が、はい、三輪車の構造が分からなかった。だからしょうがないかなって、はい、三輪車って三輪だから絶対転ぶことないんですよ。ただペダルを踏めばいいだけなの。マッツン今年セールでめっちゃ買ってたよね。そのセールで。でもそれ言わないもんな。買いましたよ。でも、はい、私だったらもし1000円の やつ着てても1万円って言う。それはいいですか。それは違うと思いますよ。ピカした部分で鏡にして使ってた。これ鏡になるなと思ったんだ。ピカピカしてるから。蓋がピカピカ。いけるなと思って。なんか残念だよね。その、なんだろうな、もっとさ、ちょっと見えてきましたね。下はあんな可愛いの履いてない。このメディケットも本当は履いてないんだ。メディケット履いてます。メディケット履いてる。下のこのショーパンみたいな。あのパンツがないんだ。はい、なんで小声なんだ。なんで小声なんだ。なんだろう。どうしたんだろう。こんなに美容とかに気使ってやってるわけ。あ、音が言うんだ。電化製品に CT 入れる。ありますよ。あるある、こういうのある。おお、ちょっとこれは、わあ。一人称がマッチュンなの？そうなんです。え、マッチュンはっていうの？マッチュンはって言っちゃう。すごいそれ。なんかセイリンはとは言わない。あれみんなマジ涙でしょ？マジだよね。目薬使った人いないよね。いるんかい？いないよね。みんな高山見たけど。高山さん何ですか。目薬刺しました。食べると意外とうまいんじゃないですか。どうなんでしょうかね。いい匂いするけど。待ってください。もう食レポに変わってない。すごいですね。おお、いた。あ、いた。あ、いた。おいしい。うまい。うまい。
はい、本当ですか。じゃあ続いてですか。違いますよ。これは飲み方なんです。キヨのことを語るっていうのがまずだけどね。あ、本当に好きなんだね。早く泣けよお前。例えばだけどうちの日村さんとかもいける？いけんの？俺がそのだから生田が思うやつだよね、うん。俺の幸せなことって、うん。この人は何が幸せなのかなっていう。ちょっと色々考えて。やっぱ物事の進化を理解することが得意だから。なんでガンつけて？なんでガンつけ合うの？千と千尋のさ、あのカエルとかできる？あ、カエルできます。ちょっと鎖紙できる？ちょっとギャーって言っちゃった。ちょっと密着する面積が。だから大きい人の方がいいのか。そうです、大きい。あ、だって日村さんでかいけど。岐阜県の狂犬病のポスターに起用していただいて、それをすいません送りつけられちゃった。いやいや、どうしようかな。これじゃあ、これ貼っといて。ミュージックスタート。わ、すごい。日村さんもちゃんとやって、ちゃんとやって。あー、すげえ。姫タンブビームをぶつけてやって。いきますよ。姫タン。なんだそれ、どうなるんだ今のは。姫タンビーム可愛いじゃん。可愛いよ。姫タンビーム日村さんにちょっとぶつけたい。いきますよ、姫タンビーム。可愛い。この真ん中2つ、はいはい、ここにはですね、絶対に子供を乗せないでください。なんで？子供を乗せるとここが空洞になってるんですよ、うん、ここが空洞になってるので子供が抜けちゃうんですよ。でかさ違うんだ。違うんですよ。で、子供抜けるとですね、道端に落ちてたりするんですよ。でかい声でずっとひたすらベラ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 ずっと喋ってる方いらっしゃるじゃないですか、はい、で、そういう時は話しかけちゃってえってなって、うん、他の話題に移ると多分一旦トーンが落ちるんですよ。何言ってるか分かんねえよ、まったく。え、あーそうだよ な何言ってるか分かんねえ。日村くん、日村くん、日村くん、今日遊びに行かない？え、いい？うん、じゃあ待ってるから。なんだお前、どうしたの、どうしたの。設楽くん、え、今日ね、ハンバーグ作ったんだけど食べる？ハンバーグ。なんて書いたでしょうか。私の母は私の家族の中で最上級にブスです。松村の回答、はい、こちらです、はい、以前お金を貸してあげた足元を見て体を要求する。どうした松村。違うんですよ。何なの、溜まってんの、何なの。違うんですよ。なんか足元を見るっていう、なんか思ったらなんかこういうことしか思いつかなくて。だからそれを言ってるんだよ。秋元頭いいんだな、うん、私昔から勉強すごい嫌いで、うん、なんかテストの時とかもちょ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 、あれ出た、黒石さんやめてください。いや、黒石さん、黒石さん、勉強の順位が高いからって睨むのは一番最低な人です。勉強嫌いって橋本、はい、はい、じゃあちょっとビーム出しておこうか。ちょっとじゃあビーム出しとこうか。見たい。ナナミンビーン。ナナミンビーンも入ったね。まだ。アセアン。正解。はい。すげえなー。農場これはすごい。すごいです。ね、うん。同じメンバー頭いいやつこんないるぞ。いやー、誇らしい。